はい、こんにちは。J4 専門の税理士川南です。本日の動画はみんな起業の際に悩みがち、自宅開業で行くのか、店舗開業で行くのか、どちらが正解なのかについて動画で解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは本日の動画は、自宅開業と店舗開業どっちが正解について解説していきたいと思います。結構ね、皆さん悩みがちで、YouTube のコメントとか TikTok のコメントからもらっていたので、今回の動画を作ることにしました。本日の流れはこのようになっております。自宅開業のすすめ。まあメリット デデメメメリリリッッットトト紹紹介介ししまます。す店舗開業の進め、そして3つ目自分はどっちタイプ診断かの質問をしますのでそちらでどちらが当てはまるかっていうのをタイプ診断してもらえたらなと思いますそして最後税金面からのアドバイスをします結論としては自宅開業の店舗開業もどちらもメリットデメリットがありますので自分に合った方を選ぶっていうのがいいかなと思いますそれではねどんなメリットデメリットがあるのかを順番に詳しく見ていきましょうはいまず自宅開業のメリットから紹介していきます仕 にあるという全体で話を進めていきます。まず、初期費用のコストが削減できるというのが大きなメリットです。まあ、リフォーム代がない、もしくはリフォーム代が安く済むまあ、壁紙だけだけ張り替えればいいよね。リフォーム代が安く済む場合が多いです。なので、初期費用のコストの削減不動産の契約をしないので、そのあたりの初期コストも削減ができます。そして2つ目が時間の短縮です。これね、会社員時代ってね。本当に満員電車に売られて、往復1時間も、まあ、1日に2時間通勤にかかるって言うような方もね。中にはいらっしゃると思うんですけど、自宅に。 まオフィス、作業場、まあ、サロンがあると通勤時間がないので時間が短縮されます。その分仕事の時間に当てることができます。移動がないので精神面的にもあの楽になるっていう方が多いですし、あとやはりね、ビジネスしていると急な仕事やね、この確認をしてほしいっていうことにも自宅だとすぐにあの資料が手元にあったりとか、隣の部屋に行けば資料がすぐ確認できる、内容がね、すぐチェックできるとか、まあ、パソコンもそこにありますので、すぐに対応ができるっていうのもメリットかと思います。そして3つ目、仕事と家庭の両立がしやすいってことです。隙間時間にね 家事をしたりもしくは仕事をしている間にね、ちょっと煮詰まったりした時に気分転換に、ちょっと洗い物をしたり、洗濯物をたたんだりという風うな形で、仕事と家庭の両立がしやすい。もちろんね、このやっぱ通勤時間がないので、その分の時間をね、例えば朝の家事掃除機をかけたり、洗濯を回すっていうのに当てることもできます。なので、特に女性はね、仕事と家庭の両立必須だとかね、まあ、育児しながらっていう方は、やはり自宅開業、自宅サロンを持つっていう方がメリットがこの大きいんじゃないでしょうか。次、デメリットに行きます。これですね、1つ目。 デメリットになる方が多いんじゃないかと思います。特に男性の方にやや多いかなと思うんですけども、今までねオフィスと自宅でオンオフを切り分けていたが故に、こう自宅にね仕事場あると落ち着かないとかゆっくりしない、もしくはオンオフの区別をしっかり分けたいという方で仕事場を別に持ったりとか借りたりする方が多いような気がします。このオンとオフの区別がつきにくい。そしてもう一つ自宅だとやっぱ誘惑が多いっていうのも現実問題です。やはりねテレビが置いてありますので、ついつい Amazon プライム、Netflix ちょっとだけと思ってつけちゃったりとか、そういうので時間があっという間になくなって このオンとオフの区別をしっかりつけたいという方は最初から店舗開業の方がいいんじゃないでしょうかそして2つ目の自宅開業のデメリットです信用力が低いってことですねこれはね取引先によってなんですけど自宅でしてるんですって聞くと中にはやはり嫌がる取引さんとか、まあ、会社さんいます全員が全員じゃないんですけど気にしない方の方がね今のご時世ねコロナ禍によって在宅ワークっていう風に働き方改革が入ってますので昔ほどではないと思うんですけどやはり信用力っていうのは店舗を持っているっていうよりは信用力が低くなるっていう風に思っておいて てくださいそして3つ目、プライバシー問題ですね。自宅開業になると、まあ、住所を公開するため、そのね、住所を公開するのが嫌だとか、まあ、プライバシーの問題になったりとか、お客さん出入りするのを家族に見られたりとか、その家族のプライバシーの問題もあるので、ここはあの家族の了承もしくは理解を得ることが大事かなと思います。以上が自宅開業のメリット、デメリットです。次はじゃあ、店舗開業について見ていきたいと思います。はい、店舗開業のメリットはこちらです。プライベートの区別がしっかりできるってことですね。もう場所が違うので、オンオフの区切りは分かりやすいです。 強制的にできるかと思いますそして2つ目が信用力が上がるっていうね、まあ、きちんとビジネスをされているんだなとかあとはね家賃を支払う支払い能力がある、まあ、それくらい売上収益があるんだなっていう風に見られるというのがやっぱ店舗開業のメリットかと思います私は最近ないんですけどよく名刺を渡すと「税理士」ってこのフルネームに「税理士事務所」って付けて川南由美税理士事務所っていう屋号を持つんですねその名刺渡すとなぜかあのスタッフの方ですかとかここの事務所で働いてらっしゃるんですかっていういや本人ですって言うと次何が聞かれるかっていうと自宅で開業 されれててるんですかって聞かれるんんでですすかかっ聞よねなんでそういうこと聞いてくるかちょっと私求めてることわからないんですけどいや一応事務所あるんですよっていうとなんかちょっとがっかりしたようなあそうなんですねーみたいな反応をされることがありますやはりそういうとこはやっぱ信用力を見られてるんじゃないかなというふうに思っておりますそして3つ目住所があると何かと便利です何かね登録する際とか住所を書かないといけない時にやっぱ店舗のね住所があるっていうふうにすると何かと便利な場合が多いですあとは郵便物もあの自宅にね仕事の郵便物が届いてもプライベートの郵便物とごちゃごちゃになることもない 自分の仕事の郵便物はあの店舗の方に届きますのでそういう意味でもオンとオフ、まあ、プライベートの区別ができたりとか住所があると何かと便利な時が多いです、はい、そして店舗開業のデメリットを紹介していきたいと思いますリフォームが必要になりますやはりね自分のイメージに近づけたいとか、まあ、設備投資が必要になったりするのでリフォーム代がかかるお金が必要になってきますそして固定費がかかるっていうことですね,ね例えば店舗を借りた場合は家賃が毎月発生しますで家賃は毎月必ずかかるものなので固定費になります毎月の支払いをしてか ななななないといいいいいととととととけううここにりりままますすすで固定費ががかかかかかるののデメリットかなと思います資金、金などの初期投費ももちろんかかりますそして3つ目、いい物件を見つけるのが非常に大変です。なかなかすぐにね、自分の納得する店舗、お店、借りたいなとか、ここにしようっていうのを見つけるのが大変です。長い方だと2年くらいかけて見つけて、やっと見つかったから開業するっていう方もいます。とか、自分が出すビジネスに向いている場所なのかどうかっていう判断をしないといけないので、なかなか見つかるのが大変です。ここの物件がちょっと小さくなってきたとか、手詰まりになってきたなんて言ったら、また次の物件 を探さないといけないいいとけので、そうするとまたねいい物件を見つけるのが大変というのが店舗開業のデメリットかなと思いますそして4つ目ですね永遠にそこが借りりられるっていう保証はありません例えばね立ち抜きしてくださいっていう場合もありますし大掛かりなリフォームするのでしばらく出てほしいとかもしくは他に行ってほしいっていう話が来るケースももちろんありますしあとはねオーナー、まあ、大家さんの代が変わって貸すのをやめますっていうケースもえ実際に聞くことがありますなので永遠にそこが借りれるわけではないということですねはははい、それでは自分はどう タイプ診断をしたいいと思まますこれの、ね、当てはまるので、ね、どっちが自分が向いているのかという判断基準になるかと思いますのでこちらの方ね自分はどうなのかなというのをちょっと聞きながら考えてみてくださいまず1つ目ですね初期投資を抑えたいどうしても初期投資を抑えたい、まあ、資金がないとか借り、まあ、入れがね通らなかったとか借り入れするのが嫌だよっていう方とかこう初期投資をどうしても抑えたいっていう方は自宅開業の方が向いてるんじゃないかなと思いますそして2つ目ビジネスを大きくしないですね自宅サロンの方だともうね例えば美容師さんが自宅サロンを開業する場合とかだとい 席席のセット面が2席までとかしか決まってるんですよねそれ以上ビジネスを大きくするつもりないよとか自分のねそのサイズ決まったサイズでずっとビジネスをしていこうっていう方は自宅開業でも OK だと思いますでも逆にビジネスを大きくしていきたいなとかもっと規模を大きくしたいっていう方はやはり自宅スタートってなるとすぐに手狭になってしまって結局ね自宅の期間が短くなってしまったりしてそのねちょっとしたリフォーム代とか無駄になったりする場合があるのでそれでしたら最初から店舗を借りた方がいいんじゃないかと思いますなのでビジネスの規模を考えてどっちに向いてるかっていうのを判断して くださいそして3つ目借り入れに抵抗が強いタイプかかどうかですこれ実際やはりいらっしゃるんですけどどうしても借り入れに抵抗が強い怖いその大きな借り入れ額するのが嫌だっていう方は自宅開業になるかと思いますなのでこの借り入れに抵抗が強いかどうかも診断の一つのポイントになるかと思いますそして次勉強を自宅でもででもきるタイプだったかかどうかですこれは受験勉強とかねテスト勉強の時に自宅でも集中できるタイプだったかどうかですこの自宅で集中できないっていう方は結構皆さんあの図書館に行って勉強したりとかファミレスの方がちょっとざわついた方 集中でできるるるるととかか友達と一緒に勉強すす方がはかどるタイプっているんですよねなので自分がどっちタイプなのか自宅で1人でする方が集中できるタイプなのか外に行った方が集中できるかによって自宅店舗の方が向いているのかそれとも店舗開業の方が向いているのかっていうのが分かれてくるかと思います次の判断基準は周りの目が気になるタイプですこれは周りにどう思われるかっていうのが気になるタイプの方は自宅開業か店舗開業かが分かれるかと思います例えばね誰かにね自宅で仕事ってどうなのって人に言われたくないとか、まあ、職業からね自宅まずいんじゃないっていう タイプのの方方はもう店舗会議の方を進めます周りの目が気になるとかね周りの人がどう捉えられるんだろうとか例えば先ほどあった信用力がある方が絶対にいいっていう方は店舗会議をおすすめいたしますそして次の診断ポイントです何かを始める時には格好から入るかどうかですね例えば新しい何かスポーツをするとか趣味を始める時に形から入るタイプか、まあ、要はグッズや道具を一通り揃えるタイプですねこれはいい悪いではなくてその整えることであのスイッチが入るやる気が入るっていう方がやっぱいらっしゃるのでそういうタイプの方は 店舗開業すするる方が向いいてるかと思います要はしっかり店舗を構えることで腹をくくってビジネスをやっていくぞとか気合が入るとか何が何でも稼いでいこうっていう風なやる気が入るタイプの方は思い切って店舗開業でスタートするのもありかと思いますそして最後の判断基準はこちらですどう雇う雇予定があるってことですね例えばスタッフの方アルバイトの方、まあ、正社員雇う余裕がある時に自宅の仕事場だとどうしてもその家族やプライベートね見られてしまう場合もありますしその自宅に通勤してもらうというのはやはりお互い抵抗ありますよね自分はよ くてもスタッフさんの方は嫌がったりする場合があるので人を雇う予定があるという方はあの店舗開業の方がいいかと思います、まあ、夫婦2人でやっていくとか1人でやっていくっていう方のタイプは自宅兼仕事場もしくは自宅開業、まあ、自宅サロンでもいいんじゃないかなと思います以上のねポイントをちょっとね自分に当てはめてみて自分どっちの方がいいのかなっていう判断基準にしてもらえたら幸いです、はい、そして最後はね税金面からのアドバイスにしますこれは家賃の方は経費にすることができます仕事場をね借りた家賃っていうのは経費になりますあとリフォーム代 まあ、かけたた、ね、たリフォーム代代や、えー、立ててて自分のの、ね、物物ととして立てた建物代っていうのは減価消却すすることができますなので税金面からいくと、まあ、どうしてもね最初の初期投資コストは抑えてお金をストックして持ってきたいっていう方はあの自宅開業がいいですし、まあ、支出にはなるけども減価償却できるまたは経費になるんだったらいいのかなっていう方は店舗開業が向いてるんじゃないかと思います税金と節税の面だけであのビジネスって決めていくとちょっとまずいことになりますので一つの判断基準として税金面は使ってください、まあ、一つつと気をけけないとい,けないのはこの、ね 家賃の経費分もしくはリフォームかけたものを、えー、と売上げで回収するとなるとかなり長期間の期間が必要になってきます完全にね回収するとなると長期間かかるんだなとていうことだけは頭に入れておいてくださいはいまとめです企業は、ね、小さくく始めて大きすするっていうのも全然、OK、です自宅店舗から始めてね次に店舗を借りてその次に土地買って建物を自前で建てるって方もいますし自宅から始めて店舗を持って店舗をね3店舗5店舗って広くしていく方もいますしビジネスのやり方はいろいろありますなのでね絶対に こう自宅開業、店舗開業どっちかじゃないといけないっていうわけじゃないので、臨機応変に波に乗ればいいんじゃないかなと思います。そしてやはりどちらもメリットデメリットがあります。どちらのねメリットデメリットが自分にとって心地いいのか、自分がどうしたら働きやすいか、どう見られるかよりも自分がやりやすい方、働きやすい方を選ぶといいんじゃないかと思います。今日はね最初意外と皆さんが悩むね自宅開業がいいのか、店舗開業がいいのかどっちが正解なのかについて動画で取り上げてみました。参考になれば幸いです。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。私はオンライン。 ンサロンを運営しています税理士川南の会議室ということで税理士をオンライン上に味方につけることができます月学生の完全会員制メンバーにならないと中身は見れないようになっていますメリットの1つ目が個別相談ができるってことですね普段料金表だと私相談1時間1万円になって顧問料になるとね顧問として雇ってやっぱ月23万円ぐらいはかかるんですねそれに比べたら圧倒的に安い値段で月学生で税理士をオンライン上に味方につけることができるのがこのオンラインサロンですオンライン上で投稿すれば個別の相談がいつでも何回で ででもできます。そしてあと2つ目のメリットが税理士の裏側を公開していることですねまあ、YouTube や TikTok その他他のねこういう仕事があったよとかね話はオンラインサロンのみ投げておりますのでそちらの方を知りたいっていう方はオンラインサロンご検討くださいオンラインサロンについては概要欄に URL を貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいはいそれでは本日の動画は以上になります最後まで見ていただきいつもありがとうございますチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますあといいねボタン、グッドボタン、高評価ボタンを押してもらえると励みになるので感想やコメントもお待ちしておりますそれでは本日の動画 どうもありがとうございました。税理士川南でした。それではまた。